西リーグ7戦全勝で堂々関西の王者となった京産大、今週は天理で合宿です。今年の京産大は伝統フォワードの強さに加えバックスの展開力もついて鬼に金棒。コーチはいませんがラグビーが趣味という熱血大西監督も選手の中に入ってチーム一丸、大学日本一を目指します。今年の関西リーグで京産大は過去1勝16敗を喫しております。同志社大学と全勝対決をしました。立ち上がりから前田の 50m のこのロングペナルティーゴール。前半終了前にはスクラムでボールを出した同志社が得意のオープン攻撃。このまま持ち込まれるかと思ったところ、センターのルーキー吉田明がタックルして奪ったボールをフルバック木村がしっかり掴んでライン際独走、ウィング本郷につないでトライであります。終盤同志社ゴール前の猛反撃も京産大フォワードは執念で一歩も譲らずノーサイド。そして同じく23日には去年の覇者大体大と対戦。中盤大体大ゴール前のモールから京産大強力フォワードがそのまま押し込んでトライ、圧勝です。全勝で創部以来の初優勝を飾ったわけですね。今月23日花園ラグビー場で京産大が対する大東大は2年前試合終了直前に逆転トライを許し無念の敗退を喫した相手。その時フルバックだった前田選手は逆転トライを阻止しようとタックルに行ってハンドオフを受けて地面に叩きつけられたという苦い思い出があります。やっぱりね、青木さんが抜けてきてね、最後ハンドオフされて、逆転トライされたんですけど、今度まだこの逆にハンドオフ仕返そうかなという感じ。それは冗談ですけど、とりあえず勝ついうことだけを考えて、やると思ってますけど。京産大86キロ、大東大95キロという10キロ近いフォワードの体重差ありますが、大西監督を信じて大東大に向かう姿勢に迷いはありません。大東大との戦いはどんな風になると思いますか？やっぱりね、僕はフォワードで後手を踏むようだと厳しいと思うんです。だから押されてもスクラムですね、特にスクラムセットプレー押されても絶対に押しにかかるんだと。そしたら我々のスタミナっていうのはもう練習で培った自信がありますから、絶対に勝機あると思いますから、とにかくフォワードで後手を踏むようなことがないように頑張るつもりです。同志社大体大を倒し悲願のリーグ初優勝を果たした京産大、今また次の目標に向かって京産大のひたむきラグビーは続きます。関西1位になったんですけども、そのプライドは持っていいと思うんですよ。でもそれが満身とかそういう気持ちが入った時に受けになってしまうんで、受けになったらうちの力が出ないと思いますので、挑戦者のつもりでとにかくひたむきに行きたいですね。ひたむきラグビーの京産大健闘を期待しましょう。